はい。じゃあ次の曲に行く前にですね、実は今回、まあいつもの通り実機を使ってるんですけども、今日がね、数えたらネスバンドが11回目だったかな、11回目のライブなんですけども、これまでの10回はですね、まあミディネスという、もう言ってしまうとミディネスという機材を使ってたんですね。それが今回なんとですね、まあここにちょっといつもと違うものが刺さってるんですけども、ファミミミッキーというのがあってですね、これなんと今日お客様にいらっしゃってるヘケケさんという方は自作の、ヘケケさんどこにいらっしゃいますかね、もうスーパーエンジニアのヘケケさん、ありがとうございます。もうご自分でもう回路設計からなんかやってしまって、やったというすごい方のご協力をいただいてですね、いろんなカスタマイズをこれまでの機材ではできなかったこととかもいろいろできるようになってですね、まあ基本的なところでピッチベンドとか、あとビブラートですね、こういういろんなことができるようになった感じなんですね。で先ほどまあマリオ USA でも演奏したんですけど、ごちゃんとも言われる DPCM でもいろんな音が積んでいたりとか、ね、この独特な音ですね。あ、まだいきますね。これもいつか使うことになるでしょうというようなことがありますね。あと結構嬉しい機能、やっぱりプラス機能でデチューン機能っていうのがあってですね、1ちゃんと2ちゃんと同じ仕様なゆえに、曲によって全く同じフレーズ弾くときにですね、時々音がなんか例えばどう、この音今大丈夫か、全く同じ音弾くときに波形の重なり具合によってはなんか音が干渉して聞こえなくなったりとか、そういう問題があったんですけども、デチューンっていうのはですね、音を若干周波数ずらして音程を変えるんですね。じゃあちょっとこの音を出してみます、ね、これに対してちょっとずつ音程を下げていきますね、僕が。音をずらして重ねると音に厚みが出るっていうメリットもあるし、その変な干渉しないっていうメリットもあります。というのも、まあ、次の曲とかでも、まあ、使われる場面があります。じゃあそんな感じで次の曲に参りたいんですけれども、ちょっと、はい。続いてがですね、まあ、今日もこの JADE5 の主催者でもあります国本武明さんという方はですね、まあ、そのもう偉大な作曲家でもありまして、その昔のね、ハドソンのチャレンジャーズかそれじゃあ名曲名曲とか、ボンバイキングとか、本当に名曲を数々生み出された方、ご本人なんですけども、そんな国本武明さんが手掛けられた楽曲メドレーというものをやってみようかなと思います。はい。